おはようございます。はい、おはようございます。見てください、雷鳴って白鳥もいますね。うん、光ってる。光りましたね。はい、ちょっとあっちの方の雲が帯状になってるの分かる？うん、あ、こっち雲、ね、これは荒れるぞ。やだよ、雨も降ってるし。すぐ過ぎそうな感じもするんですけど、はい、ちょっと早めに数えていきたいんですけど、まだ固まってますね、だいぶ、はい、あと暗い暗い。これだとなかなか数えづらいんで、もうちょっとこうちょっと雨に打たれながら待ちましょうや。はーい。ということで、もうちょっと雷ひどいようであれば一旦退避しましょう。はい、はい、ということで今日も頑張ろう。はーい。あ、雨やば。うわわ、これはあれかな。ちょっと様子見ながらだけど、白鳥も広がってきたから、うん、どっかもうタイミングで出て数えよう。うん、雷に気をつけながら。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、いやー、白鳥飛び立ちましたね。飛び立ってましたね、どんどん。おー、すごいですね、今日虹出てます。おー、おー、ちょっと雷気をつけながら数えたんですけど、うん、今非常に虹と雷と白鳥とっていうことで非常にまずい状況な。わー、虹と白鳥。雷と虹と白鳥って今までなかったぐらい、まあ、雷は結構この時期しょっちゅうカウントしてると合うんだけど。うわぁ、すごいね、なんか晴れ間のような日当たりが、日が当たってんだね。うっすら虹になってきてるね。わぁ、今濃いやつを新潟のこの時期って虹結構出んじゃん、うん、そこもまあ魅力よな。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。やっぱりちょっとですね、はい、数がもうちょっと多いかなと思って、はい、もう一回数え直しました。はい、で2658ということで、はい、ちょっと500ぐらいやっぱ多かったですね。もう一回こう飛んだのと数え直すと、おお、おお、すげえ。今日はやっぱ多かったです。ちょっと雷が怖すぎて、いや、あれは怖いね。行ったり来たりしてたんで誤差が出てましたね、はい、ということでもう一回数えましたんで、はい、そしたらやっぱ多かったわ。広がったっていうのも見やすくなったのもあるかも。2658は2658、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、ですね、はい、ピアノ型、セイゴロ型合わせて3513、はい、3513は、そうです、3513はですね、はい、で、ピアノ型だけだと3297。3297は、はい、変わんねえね。あんま変わんないね。3週連続、そろそろ4000とか行ってもいいんだろうけど、うん、まあまあそんな感じですね。はい、じゃあまあこの調子で来週もやっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。あと、チャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、以上です。はーい。